大爱影展，来自天国的喝彩。簡単に無理なんて言うな。诞生在冲绳小便当店里，一则奇迹的真实故事。あのさ、ちょっといいかな。裏の住民からうるさいってクレームが来ててね。こんな場所が自由に使えたらいいのにね。どうされてるし、いいよ。え？他借钱出资给没有练团场所的高校生。一砖一瓦在荒废的土地上盖起一座练团室。お前らのスタジオだ。このスタジオと機材自由に使っていい。ただし条件がある。おはようございます。またはこんにちはだろ。なんかさ、ニーニーってお父さんみたい。わからない。どうしてそこまでするの？他人のために。昔はお金なんか払わなくてもいろんな人がいろんなことを教えてくれた。今の若い連中にはそれがないわけよ。就当孩子们越来越靠近共同梦想，他却突然被检查出癌症复发。离音乐节的到来越来越近，他的癌细胞蔓延速度也越来越快。俺、病気だわけよ。心配すんな。俺は諦めないから。每一句教诲都是幸福，每一段旋律都是奇迹。今年夏天最激励人心的青春摇滚乐曲，周日下午1:33，晚间8点，人生只有一次，来自天国的喝彩，请不要放弃。